ランネットライブ2年目の年間キャンペーンに俺も参加させろと言ってきた男がここにいる。その正男67歳。直接対決で、あの女王ユゲタを倒します。この一言がその正男の心に火をつけた。俺の本気を見せてやる。そんな男の挑戦の様子を記録した映像である。60代世界最速女王に挑戦番外編。おはようございます。おはようございます。その3もユゲさんに挑戦するということで。ただですね、僕はカズさんみたいに認識甘くないんで、ユゲタさんに挑戦する、カズに挑戦するっていう。その3負けてますもんね。っていうかね、去年の姿ユゲタさんの強さっていうのはね、僕は臨時コーチしてて、世界で一番分かってると思うんでね、そんなに簡単に倒せるというふうにはね思ってません。ただやはりカズさんがね挑戦するっていう限りはね、僕もついていかなかったんでね、もう一歩ずつ、頂上にユゲタに向かってですね、11月まで頑張りたいと思います。わかりました。それで今日は、はい、ユゲタさんのどの記録を。そうですね、で今日はですね、まず最初から今日42キロ、って言うたらね、これはもう絶対負けるんで、まず、一番原点の、3000m、 それから 800m という、第一歩からスタートして、それを徐々に、克服して42キロに続けたいというふうに思っています。ユゲさんの3000の記録が、はい、10分54秒、800が、2分43かな。まあそれにちょっと、どこまでいけるかというのにまず挑戦して、でこれを乗り越えないと次がないので、挑戦したいというふうに思っています。そしていよいよチャレンジの時。ここでそのさんのチャレンジをサポートしてくれる YouTuber びわこマンが登場。ついていくだけです。わかりました。3分40秒ですね。88秒。今回 YouTuber のびわこマンがそのさんのペーサーを務めます。3分40秒ペースで 2000m まで引っ張っていきます。 3000m ですね。 3000m、 よーい、ゴー。スタート直後の 1000m まではビワクマンを先頭に仲間も加わり、3人で集団を形成していく。1000m 通過のタイムは3分42秒と想定通りのラップを刻んでいく。まもなく 2000m を通過するというところで、ペーサーのびわこマンとの差がここまで開いてしまっている。果たしてその正男の挑戦は。ここでペーサーのびわこマンが離れ、完全に自分との勝負に。
そしていよいよラストの直線へ。果たして挑戦の結果は。お疲れでした。最初が早い。全力。そのタイムを教えていただいても発表7分53。あ、やりましたね。やった。最後上がった。最後上がって42秒92です。52秒。52秒。ってことはギリ切れてない。いや、切った。54だから1秒ぐらい勝ったな。おお。最後頑張りました。まあ今日これはもう精一杯です。もう見てもらったら分かったでしょ。もう目一杯。ゆげたまりこに。まあ勝った言うてもね、もうこれ絶対これが伝わったらすぐ破りよる。また。絶対ゆげたさんのことやから。もう次は5月22日に立教の記録あるから、そこでちょっともう少し30秒台ぐらい目指して。頑張ります。まあでも今日はもう上出来ですね。ぜひ湯気さんに一言、あとカズにも一言。ああ、湯気さんにはまあまだまだ遠いですけど、一歩近づきました。カズにはやってみな。やれるならやってみな。じゃあその3、次はい、じゃあ次800いきますよ。800いきます。今の3000の勢いで。いけるかどうか。ゆうさんのタイム2分43。じゃあそれ超えてください。1周目だけちょっと大きく言ってください、ね、はい、はい、次行こう。16、17。先ほどまで 3000m を走っていたとは思えないほどの軽やかな走り。あっという間にゴールへ。2分41秒55。勝った。はい。ちょっと早すぎた。大丈夫。もう止まっとったはずまで500で。何言ってるか分かんない。まあでもまだいけますわ。800は楽にいけた。公約通り。まあこれが参考タイムですから。まあまた一緒にやりましょう。
今回の須磨正夫さんの記録はこちら。じゃあその3、はい、無事2本終わりました。両方ともユグさん勝ちましたね。ああ、まあ勝った中からね、もう精一杯です。もう 今の力をもうフル絞りましたね。去年から、はいはい、あのカズボンバイに負けてユグさんに負けてちょっとあれ、ちょっと人は吹かせられるんじゃないですか、これ。あ、まあ人はというかね、まあ、今日はまあ自分に勝ったということですね。まあそれがもう一番なんでね、まあそうしないと本当に、まあ湯桁さんのね、エベレストの頂上にはね、なかなか届かないし、なんかもうそこの山には、なんかちょっとゴリラみたいなやつも一人参入してきてるから、なかなかそれを、獣を一匹ずつ倒しつつ、頂上に登ります、なんとか。じゃあ次はまた長い距離で。そうですね、今度はね、ぜひ3人で、まあ、その他ね、挑戦者をもう募って、今度はもうみんなでいっぺんやりたいですね。わかりました。やっぱ最終的にはフルで挑みます。そうですね、まあ、フルまでなんとか、このまた緊急事態の中ね、まだちょっと明日あたりちょっと琵琶湖一周40キロやってみようかなと思ってます。わかりました。なんか最後にカズでもユゲさんでも一言言いたことある？はい、まあユゲタさんについてはね、もう言うことはないです。カズさんには必ず、私の記録に挑んでください。待ってます。